北川義雄です。カメラマンをしております。まあ出身地は岡山といつも言ってるんですが、いろいろ転勤族で生まれた土地は山口県の日本海側の沖合にある島、三島という島で生まれました。僕のルーツはそこな気がしてます。まず三島については全く覚えてないので、岡山ですね、岡山についてなんですけど、岡山はと地元ね、なんか何もなんか遊ぶような施設とかが少ない町だったので、いつも自転車に乗って公園とかにいる感じだったので、地元は何もないです。きっかけはホットドッグプレスという雑誌があって、そこで広末涼子さんの特集があった時に、中学かな小学かな、ちょっと幼心にときめいてしまい、最初仲良くなりたいなと思って、どうすればいいのかなと思ったら、やっぱ業界に入って、でまあ多分役者とかになれば、こうカメラ回ってない控え室とかで一緒にお話とかして仲良くなれるんじゃないかなって思ったことですかね。きっかけはそれかな。監督と仲良くして、やっぱカメラの前に立つ人に対してなんていうんですかね、お互いの関係、信頼がし合えるような関係を築くことはかなり注意して気をつけてはいますね。こうカメラのレベルを見る ちっこいレベラー、見た目が可愛いんですよね。ちっこいレベラー可愛い、ごめんなさい可愛いって言ってた人の意見を今ちょっと真似したんですけど、本当はお気に入りの道具とかないです。クマがよく出る場所だから、オープンセットを建てた場所が、そのでも北海道で撮影してたんですけど、クマって餌を食べたところがもう縄張りとしてこう広がっていくわけですよ。なので撮影オープンセットの中で、例えば弁当カスとかをおにぎりとかポロリしてたら、クマがクン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 匂いを嗅いで、オープンセットで美味しいおにぎり残ってんじゃん、落ちてんじゃんって食べちゃうと、オープンセットがそのクマのテリトリーになるので、そこにいる人は攻撃をされるという現場だったんですよ。そこでクマってそうやってテリトリー広げるんだって印象に残りましたね。こう助手時代に一番感動したのが13人の刺客という映画で、夏暑い中山形で撮ってたんですけど、もうちょっとヘロヘロでバテ気味だったんですけど、その役所広司さんの最後の決闘のシーンがあって、でまあその時にですね、まあ台本上のセリフとともにアクションはまあ役者さんがやってくれるわけなんですけど、その役所広司さんの演技がですね、すこぶるかっこよくて、でなんかもう夏なのにバテててヘロヘロだった気持ちが一気に吹っ飛んで、もうなんかテンション上がったっていうことがあったんで、あれは印象に残ってますね。料理人ですかね。結構引っ越しが多かったんで、なんつうんですかね、あんま引っ込み思案というかですね、いじめられやすい子だったです。お父さんが自衛隊員だったっていう話があって、なのであだ名がホモ軍人の息子っていう時がありました。これはもういじめられですってますね。結構サッカーとかスポーツとかミーハーにやってたんで、水泳とかもやってたんで、どうせやるなら金メダル取るぞとか、そういう分かりやすいトップを目指すような、欲望に駆られてる夢とはトップやみたいな感じですね。実は岡山に行く前に、実は埼玉に住んでた時期があり、その時の
小学1年とか2年ぐらいの時ですね、初恋ですね。あのね、千尋ちゃんっていう、石川千尋ちゃんっていう子でした。僕のいいところは結構すぐ忘れちゃうっていうところかな。忘れた。水泳にハマってまして、海に浸かるというのが気持ちよくてですね、冷たい海に浸かるをしてます。まあ、水中撮影は関心があるんですよ。スキューバダイビングの資格を取っていたっていうのもあるので、どうせならなんかしっかりやりたいなと思ってて、ちょっと今年はなんかそういう練習する時間作れそうな感じなので、目指せクジラと一緒に泳いでクジラを取りたいなと思ってますね。人間のこうエナジーみたいなのがカメラの前で溢れ出てるような、それは静かに溢れ出ててもいいんですけど、そのなんていうんですかね、何かその真実みたいなものがカメラの前に映ってるような映画は何でも好きですかね。ベルファースト と、アネットを見ました。ハマってるのがそう、528Hz の周波数で流れるソルフェジオ効果といって、いろいろヘルツ数で人間のこの隠れた才能を引き出すというか、癒しの周波数とかいろいろあるんですけど、今なんとなく 528Hz のチベットのチベタンボールって言って、バヨーンとかいうなんかあのお経みたいなやつハマってます。最近読んだのはあの100分でわかるスピノザっつって、スピノザ、国分光一郎さんの NHK が出してるスピノザの解説本なんですけど、なんかいろいろあの助けられるというか、とても俺生きてていいんだって思わせてくれる瞬間が何回もあった本です。そうですね、トマトとリンゴも好きですねリンゴ好きですよ、リンゴ、イギリスのブライトンというところにいて、そこは海辺の町で、すごい長いこうビーチがあるんですけど、そこは良かったですね。あの長いビーチ沿いに太い道があって、みんな夕方とか歩いてるんですけど、そこの町は好きでしたね。すごい固定概念に縛られて縛られてることが嫌ですね。嫌いなものとか、なんかオープンマインドでずっと行きたいんで、なんだろうね、なんか外側、自分の外側となんかいろいろ比べて自分がこうならないとななんて言ってるやつのとかのトークを、例えば居酒屋とかで聞こえてくる、そんなトークが居酒屋とかで後ろから聞こえてくるときに、なんかすげえイライラしましたね。いると思いますね、幽霊は。宇宙人はやっぱいると思います。趣味はその寒中水泳ですかね。今なんか道とか行って、あ、ちょっとそっち行ったら美味しいレストランあるかもなって思う直感とか、だからいい感じの人に出会えそうな場所を探す感、これね多分特技ですね。あのゲイリー・オールドマン、一回ちょっと会ってみたいな。なんかまあ会っても普通なんでしょうけど、いやいや、もう他人と自分を比べた時点でもうそれは良くないです。もうライバルなんていないです。ライバルいないです。もう唯一無二の存在ですから。私語学、英語を勉強してるんですけど、英語力獲得、まあ、初代幡ヶ谷界隈ですと、まあ、そこは得意なんですけど、まあスペアリブ食べるならやっぱりフリーマン食堂という美味しいとこと、あとはあのベトナム料理だったマルカフェっていうのが初代にあって、これも美味しいです。これは秘密かな。税金のことについてちょっと勉強しないといけないフェーズに突入したので、税金の勉強、はい、
今やってみたいことはまあいろいろありますね。まあ一つは水中撮影はやってみたいのと、まあ水中撮影ですね。はい。ビットコインかな。ちょっとお金とか急にお金持ちになるっていうことを体験してみたいかもしれないです。映画ですね。映画全世界的なこうみんないろんな国の人たちが見て何か思ってくれるような映画を撮影はしたいですよね。うん、頑張るんでよろしくお願いします。面白い映画たくさんみんなで撮ってやりするのが楽しいと思うんで頑張りましょう。あ、ぜひリンゴの映画見てください。タイトルちゃんと言えってね。リンゴをかじる女、風を売る男、ぜひ劇場で見ていただけると、嬉しいです。よろしくお願いします。今日は天気が良くてすごい気持ちがいい日です。春っていいですね。もう一回言っとこうか。これは。